はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、デスペアデッキをねご紹介していこうかなと思います。これ楽園融合、まあ、来る前まではこんな感じのデッキを OCG の方でね使ってたんですけども、まあ、結構再現率高く再現することができました。何が強化されたか、新パックでデスペアデッキのねだいぶ強くなったんですけど、まずですねやっぱり一番の強化はこのフュージョンデスティニーから出せるデストロイフェニックスガイが出たこと、これがやっぱり一番の強化ですね。それとアドリビディムっていうモンスター、これが追加されたこと、これがね結構ねでかい強化になってるんですよ。デスピアはこれこの辺のモンスターを駆使して融合召喚をしていくっていうテーマです。で一番の強化カードは何なのかっていう話なんですけども、このね赤の楽園っていうカード、これがねバカみたいに強いです。これがデスピアのなんだろう戦線維持能力とか、あと結構キル能力とかを高めてくれるカードになってるんですけれども、このね赤の楽園っていうカードどういう効果を持ってるかというと、自分の墓地のデスピアかアルバスの楽園を回収してその後レベル8以上の融合モンスターを出せるっていう、こいつの効果で要は素材を回収して融合できるんですよ。これめっちゃ強いんですよね。このカードをちなみに楽園カードなんでアルベルでサーチしてコルダリするんで、これをね使ってね相手のターンにそのドラゴスタピリア出したりとかクエリティス出したりとか、マスカレード出したりとかなんかいろいろね、あちなみにこのプロスケニオンとかも出せるんですけども、こういうモンスターを出していけるっていう感じのギミックになっています。で基本的に強化パーツとしてやっぱフュージョンデスティニーがやっぱ一番強いんですけど、こっからねデスピアはね非常にね相性のいい動きがありましてね、これが、まあ、デッドリー以外を絡めた動きなんですけど、デッドリー以外を出すときにフュージョンデスティニーちなみに1枚からねデッドリー以外出せるんですけど、これ闇属性の効果モンスタープラスデスティニーヒーローモンスターじゃないですか。だから闇属性の効果モンスターだったら愚かな埋葬できるよっていうことなんですよ。あちなみにこの効果をね発動するとねヒーロー闇属性しか出せなくなっちゃうから、まあその辺ちょっと注意してほしいんですけど、ここでデッドリー以外を出して闇属性の効果モンスターでこの悲劇のデスピアンっていうのを落とすと、悲劇のデスピアンは効果で墓地を送られるとデスピアモンスターをサーチできるんで、これでアルベルを持ってこれるんですね。でアルベルを召喚するとなんかデスピア楽園カードを持ってこれるから、これでその楽園劇場デスピアとかあと赤の楽園とかをサーチできるんですよ。だからアルベルにつなげられるんですよ、このフュージョンデスティニーが。だからかなりね強くなりました。でその持ってきた楽園劇場デスピアでデストロイフェニックス界を出せるんで、これがねそのアルベルをサーチすることまでは今までもできたけど、アルベルをサーチしながらデストロイフェニックス界っていう妨害まで用意できるようになったので、かなりね強くなりましたね。で属性が闇属性なので融合素材としてマスカレードの素材にもなれるし、クエリティスの素材にもなれるし、あとプレスキニオンの素材にもなれるっていうことで、まあ、非常に相性がいいですヒーローはね。でまああとは、まあ、できればね光か闇がいいんですよ、手札誘発系は。だからまあちょっと増殖ストルジーとかウララは、まあ、相性悪いっちゃ悪いんだけど、エフェクトベーラはかなり相性が良くて、今後ね多分ね双剣とか流行ってくると思うんですけど、双剣とか流行ってきたら多分ねエフェクトベーラがめっちゃ強くなるんで、まあこの辺はちょっと特別なやつをお好みで入れてほしいんですけど、できればエフェクトベーラーとかの光属性とかの誘発が多分強いと思います。はい、早速ねちょっとデスピアの動きを見せていきたいんですけども、このアドリビディムのねこのパワーをねちょっと皆さんにもね伝えたくて、こいつの2番の効果、手札フィールドのこのカードが融合素材になって墓地を買った場合、除外されてるとこからかまたは墓地からデスピアかレベル8の融合モンスターを戻してこれるんですよフィールドに。これね何が強いかっていうと、例えば墓穴されちゃった後のデストロイフェニックスガイとかってもう戻ってくる人はほとんどないんですけども、これでね戻してこれるんですよねこれがめっちゃ強い。結構 OCG の方ではね、なんだっけミラージェイドとかで除外されちゃったデストロイフェニックスガイをそのアドリビディムで戻してくるみたいな動きはよくやるんですけど、これがねマスターデュエルでもできるようになったので、かなり強くなりましたねデスピアデッキは。ちょっとねプレイングちょっと僕怪しいんですけど、かなり強くなったこのデスピアの動かし方をねご覧いただければと思いますので、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ新デスピアデッキの実力を皆さんにお見舞いしていきたいと思います。さあやっていきましょう。まあ、とりあえずデストイパッチワークから入るの挨拶、まずは挨拶から入っていこう。おっとなんかあるな、増殖する G、なるほど
まあ、増殖する G 投げられるのって一回先に増殖する G の前にこれあれだな、楽園開幕ってのがいいな。楽園開幕の効果発動、楽園開幕の効果で、チンプチェーンを墓地に送って、これコスト最強ですね。楽園開幕のコストは基本的にチンプチェーンか、悲劇のデスピアンかどっちかが一番強いと思ってて、これあれだね、悲劇のデスピアンで楽園劇場で融合して、でアルベル持ってきて、アルベル召喚すればいいや。これで増殖する G1 回までですもんね。これ融合持ってくるでしょ、でチームチェーン持ってくるでしょ。これがねアドバンテージの稼ぎ方として最強ですね。これこれ強いでしょ。これでデストイパッチワーク持ってきたら、これ実質手札減ってないというか増えてますからね、これね。で楽園劇場デスピア発動、楽園劇場デスピアとエッジインプチェーンで融合するしかないかな。まあこれでマスカレードを出しておいて、で相手に嫌がらせをしていくっていうスタイルですね。マスカレードさんね、そんなにその爆発的に強くはないんだけど、まあ嫌がらせ程度にはできますからね。これ相手がカードを発動するたびに600バーンが入るというねクソみたいなカードだから。でこれで、悲劇で持ってきたアルベル出して、アルベル効果でこれ召喚だから増殖する G は反応しないと。で赤の楽園を持ってきて、で赤の楽園セットして、これでエンドかな。赤の楽園やっぱ速攻魔法っていうのがかなり強いですね。このカードはぶっ壊れとると思います。やっぱりこの相手のターンにね好きな融合モンスターをするか、まあ、クエルティス出したりとか、あ対象にね例えばマスカレードとしょられそうみたいな時に、あの墓地から、悲劇回収してマスカレードと悲劇で、あのドラゴスターペリアとかできるから、めちゃくちゃ強いですね。これはサクリファイスエスケープもできるっていう。さあ相手は何デッキだ。とりあえずマスカレードのここで600万を払ってお前はカードを効果を使い、よし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 、強いぞ、よしよしよし、これは強い、これ非常に強い。さあ天意ってことは墓穴、何貴様やるの。なるほど、まあ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 、まあ、そのぐらい許しさせましょうか。とりあえずこの墓穴とこの天意を出すためにもう相手1200ライフ払ってますんでめちゃくちゃうざいでしょ。マスカレードってちなみにこれ先行で、ね、2体とか3体出しておくとめっちゃうざいんですよ。ちょっと先行で3体マスカレード出すデッキ用意しときますね。今度天意の小僧来た、小僧来た、天意双剣ですね。これ天意双剣ですね。はい、竜祖権限は双剣カードを持ってこれるカード、オーケー、いいだろう。ここか。じゃあ赤の楽園発動、赤の楽園の効果によって悲劇のデスピアンを手札に回収し、そしてマスカレードと悲劇のデスピアンで融合召喚を行う。これは悲劇のデスピアンとマスカレードで融合召喚、あらあらろう。プレザープランツドラゴスタプリア、これでてめえのなんかあの龍炎の効果は無効にさせてもらうぜ。これはスタペリアやられる読みアドリビリムと見た。これ難しいんだよね、このなんか何をその持ってくるか。まあ普通は多分ここアレベルでいいのかな。アドリビリムって融合素材になるとあれなんですよ、除外ゾーンか墓地の融合モンスターももう蘇生できるんで、それがめっちゃ強いっていう話はありますね。これ安全流炎、あ、ビーシューダーは強いねビーシューダーは強いね、ビーシューダーマジか。バウンスか、あスタペリアが、まあ、一応スタペリアここさっとくか。ここはビーシューダーのレベル1にしておくしかないか。まあビーシューダーをね置いとくと7となんか1とかで新興召喚されちゃうと思うので、まあ、こいつのレベル1にしておいて一応妨害しておきましょう。あんまり意味ない気もするけど、俺のドラゴスタプリアちゃんが龍炎、いいだろう。龍炎の効果で特殊召喚てか龍炎のねこのねそのトークン生み出す効果ほっとくと、これね4と6でバロネス出されるんですよね。あーバロネス、あでも天意使ってるからもうあれか、バロネス出てこないか、原力しか出せないから。照英だった、で照英もまあまあ辛いけど、翔英もまあまあ辛い。あ、で、バックエアは大丈夫だ。今、双剣カードないから、手札に。バックエアは双剣カードか、ゲネ族がないと、遠く踏み出せないので、これ耐えましたね、一応。一応耐えた。
危ねえ。え、てかさ、今さ、ビシュだ。あ、でもどっちにしても同じか。結局、無効にしたときは、あんま関係なかったな、相手は。で、増殖する字、オッケー。なるほど。まあ、とりあえず、デストイパッチワークから入るわ。デストイパッチワークのここで無限にね、この無限にアドバンテージを稼いでいくスタイル。エッチインプチェーンと融合を手札に加えていくと。そして、俺は、まずはどっから行こうかな、これ。これ、さっさきクエリティスか。アドリビディムとエッチインプチェーンを墓地に送り、デスピアンクエリティスを融合召喚。イナバウアー。そして、イナバウアーの効果を発動する前に、エッチインプチェーンの効果、そしてアドリビディムの効果。これでデスピア持ってこれるから、これチェーンどっちだ、こっちか、で、アドリビディムの効果。そして、これ悲劇持ってきて、で、クエルティスの効果はいつでもいいや。さあ、アドリビディムの効果発動。アドリビディムの効果により悲劇を特殊召喚。そして、エッチインプチェーンの効果により、デストイパッチワークを手札に回収。さらに、まずは、デスピアンクエルティスの効果発動。フィールドのレベル8以上の融合モンスター以外の攻撃力を全てゼロにしていく。よし、あとはサンドバッグが出来上がった。サンドバッグが出来上がったぞ。これ一体融合か？俺が手札よりマジックカード、融合の効果を発動。融合の効果により、フィールド上の、デスピアンクエルティスと、悲劇のデスピアンの2体で融合召喚。現れよ。プレダープラッツ。ドラゴンストメリア。そして、悲劇のデスピアンが墓地を送られた場合の効果発動。悲劇のデスピアンの効果によって、デスピアの道家、アルベルを手札に加えさせてもらうぜ。そして、アルベルは、まあ、ちなみにまだ僕、召喚権使ってないんですよ。すごいでしょ召喚権まだ使ってないのマジ。で、まあ、一旦ね、翔英さんのちょっと効果を無効にさせてもらって、で、アルベルを召喚。アルベルの効果発動。アルベルは召喚に成功した場合、楽園マジックトラップカードを1枚手札に加えることができる。これ赤の楽園2枚だな。これ赤の楽園2枚いるわ、多分。で、楽園開幕を発動。楽園開幕の効果によって手札コストを1枚切り、デッキよりデスピアモンスター体を手札に加えるか特殊召喚する効果を持っている。あ、ちなみにあのデストイパッチワーク3枚目はあのもう効果し腐ってるんでいりません。そしてまだ融合は残っているぜ。手札よりマジックカード融合発動。融合の効果より2体のモンスターを融合剤として冥界へ送り、現れろ伯爵竜マスカレイドかっこいい。そしてデスピアのドラマトゥルトゥルギアの効果を発動。このモンスターは墓地より特殊召喚。ドルーさあ、懺悔の用意はできているか。バトルフェイス、照英をぶん投げればこれあれですね、あの打点ダウン効果はなくなりますね。はいはい、おい攻撃、あれ攻撃力ゼロが2体もいるな。大丈夫か、おい息してるか。さようなら。最強だ、やはりデスピアっていうデッキは最強と言っていい。さあ、私の先行フュージョンデスティに来た。月と神、あ、でも反応そんな強くねえな。これ止められると終わるぞこれ止められると終わるぞ。じゃあやめてくれ。あー通りそう、あー通りそう。誘発なんもねえな。まあ一回、あ、じゃあ誘発なんもないんだったらまあこれデッドリガイかな。デッドリガイで、悲劇のデスピアンとディアボですかね。で、これで、こうして、で、デッドリー効果。あ、で、これでコストで、なんか、エッチインプチェーンとかがあるとめっちゃ強いんですけど、あの、デッドリー以外のコストにできるんで、まぁ、ちょっと今回はそれが、あ、え、もうなんかあるじゃん。やばい、なんかある。いや、なんかあるぞ。ここで、エフェクトベーラーとかですかね、じゃあ。同家アルベルを手札に加えていく。まぁ、これが強いところですよね。悲劇のデスピアンの、その、効果で、要は、デッドリー以外出すことによって、あの、アルベルサーチできるんで、フュージョンデスティニーがアルベルサーチカードになるんですよ。まあ、これがやっぱり、デスピア、あ、はい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 、無限王よね。オッケー。まあ、じゃあ、アルベルは、一旦無効にされていく。まあ、それはまあ仕方ない。そんなにね、そこまで重要ではない。ここのアルベルは。なんでかっていうと、劇場デスピアを素引きしてるっていう、なんかすげえ強いこと起きてるから、まあ、これはまあ、おとりまであった。そして、ディアボリックガイの効果を発動。ディアボリックガイは自身を除外することによって、アナザーディアボリックガイをデッキから特殊召喚するとかいうやばいすぎる効果を持っている。これでまあ、レベル6のね、エクシーズとか、まあ、するときはね、あるんですけど。で、楽園劇場デスピアの効果を発動。楽園劇場デスピアの効果によって、融合をすることができる。これで何が出てくるかわかるか。あ、何が出てくるかわかるかって聞いてんだよ。
行くぜ融合召喚デストロイフェニックスカイよーし、今日はこんぐらいで勘弁しといてやろう。あ、ちなみに今デストリガイの効果を使うと、あの一応、ディアボとディナイアルが出せるので、もう一回その戻ってこれたりするんですけども、ちょっと手札が全部強いのであまり捨てたくないっていうね、まあそういう話。さあ、幻獣士、へえ、それあれじゃん、あのドラグーンをさ出すときにさ、1枚でドラグーン出せるからってみんな重宝したカードじゃんね、これね。でトークン出して、でトークンをリンクモンスターに変えて、でなんかアナコンダ出してね、アナコンダからレッドアイズフュージョン落としてドラグーン出すみたいな動きをしてる人は意外といましたよね。まあ増殖する G は通ったらしいわ。でデストロイフェニックスガイさんもいるし、超融合もあると、まあこれだいぶ強いといったところ。これ何デッキ、これリンクスパイダー OK。 でリンクスパイダーが、手札からレベル4以下の、通常モンスターを出せるよという効果。あいつ地属性か、あ、ジャックナイツね。なるほど。あぶねえ。これジャックナイツケアしといてよかったわ。あの、同じ縦列にね、カードをあんまり伏せないようにしましょうね、皆さんもね。あの、縦列はばらけさせるように、一応。さあ、2体で。あ、明星ね。はいはい。これあれですね。宮下草薙の宮下さんが使ってるデッキらしいですね、これね。ジャックナイツ。OCG の方で。まあ、それは止める手段は今ないですから、別にいいですわ。まあ、最悪こっちの盤面に触れてきそうな感じになったところで、まあ動き出せばいいという話で、継ぐものね。あ、オッケーオッケーオッケー、了解した。継ぐものはリンク先にモンスター特殊ができるから、ここで超融合を打つと相手困るんじゃないかな。超融合発動、この他にカードの効果をチェーンすることはできない。フュージョンデスでもいたねえや。手札を1枚墓地に送ることによってフィールドのモンスターを融合祭として融合召喚をすることができる。おっと、相手これもしかしてあれか、3体素材できるのこれ。あいつやめだな、3体素材できますねこれ全部巻きも、お前のモンスターは俺のもの、俺のモンスターも俺のものだ。融合召喚デスピアンプロスケニオンつよ。ではデストロイフェニックスガイさんの効果発動、環境をデストロイ、スーパーアルティメットバカムーブ。何、危なかった。墓穴の指名者はデストロイフェニックスガイを除外される可能性があったからな。まあ、プロスケニオンの効果で一応蘇生しときますか。これ自分相手のメインフェーズに相手の墓地のモンスターパクるっていう効果持ってますんでね。リンクスパでいいな、こっちでいいか。さあどうする、てめえのモンスターは全部いなかったな。ちなみに俺はまたデストロイフェニックスガイさんの効果で次のターンのスタンバイフェーズに帰ってくるぜ。大丈夫か、おい息してるか、俺のターン。ドロー、スタンバイフェイズ、何かありますか。ありませんね。さあデストロイフェニックスガイの効果、自身が特殊召喚される。んーどーんおはようございます。巨奪、何、あ、じゃあちょっとあの自爆しますね。これ逃げんのずるいだろ、逃げるな、逃げるな、ひょうもの逃げるな。デストロイフェニックスガイの効果すると俺は逃げる、敵前逃亡そしてデストロイフェニックスガイは破壊された場合次のスタンバイフェーズに戻ってくるという効果を発動しておくこれずるだろ、これずるだろ、これで、アレベルを召喚、アルベルの効果はそう、アルベルの効果によって楽園系のカードを1枚手札に加えることができる。まああんまりね、いらないですけど今もうでですね、あと8000削ればいいですね。あと赤の楽園はそう、赤の楽園の効果によって、悲劇のデスピアンを回収しながら融合召喚をすることができる。悲劇のデスピアンを手札に回収しながら融合召喚、頭おかしいだろこの融合召喚方法どうなってんだよ、頭おかしいだろ。行け拡張竜マスカレイド、そしてデスピアのアドリビディムの効果発動。このモンスターは恐るべき効果持ってるぜ。なんと融合祭として墓地を送られた場合、または除外された場合、墓地で存在する融合モンスター一体を蘇生することに、あ、除外されててもいいですよね、除外されているモンスターか、墓地のモンスターから融合モンスターを特殊召喚することによって、またもや復活デストレイフェニックスガイ
バカ強え。なんだこのデッキは。バカみたいに強いぞ。頭いってんなこれ。全部見せるわ。すべてのマスカレードも2体目出しろ。こことここでいいことですね。そしてマスカレード2体目。これでてめえはカードを発動するために1200ポイントものライフを払わなければならない。そしてドラマツルツルギアも特殊召喚。はい神ゲーバカみたいに強い。なんだこのデッキ、頭いってんだろ。やばいわこのデッキ。デストロイフェニックスガイとかいうアタオカモンスターの横にアタオカモンスター並べすぎでしょ。いやごめんね、なんか分回して動画のためだったんだ、ありがとう。さあお相手のこと一体どのデッキなのか見せてもらおうか。ちなみに手札表示は何もないぜ結構入ってんだけどな、デッキの中初動カードいっぱいあるから、その代わりなんかワンチャンある。あでも召喚権使っちゃうか、これ微妙だなこれ。このハンドかなり微妙。ちょっとなんか融合かなんかそっち系のカード引いてこないと何もできないぞ俺。御用ディフェンダー、あーこれはねソレッティア長そうだね。 VFT 出されて終わる未来が見える。まずいな非常に。でこれでハリファイ、あ違え、なんだベルテアラゴンだ。デストロイフェニックスがいだ、まずい。いやでも そんなにまずくもねえか。デストロイフェニックスがワンチャンチョイを引け。コカネ色、はい、ベルテアナコンダ効果いいだろう。ただしこの、まあでもそんなにそれじゃなくなったな。レッドアイズフュージョン、ドラクーンいないけど、ドラクーンはいないぞ。おいどうした大丈夫か。ドラクーンはいないぞ。なんだこの融合召喚、あ流星流来た、やばい出た。俺初めて出されたかもマスターデュエルで。レッドアイズブラックドラゴン扱いになっている流星流ね。レベル6のドラゴン族プラスレッドアイズっていう、まあ、非常にね意味わからん融合召喚条件でメテオドラゴンと融合召喚してましたけども、あの人。おい黄金色の竹虫強えな。おい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 、強えな。おいドローしすぎだろ、ドローしすぎだろ。な何発打ってんだよ、出るだろ枚数やばいな。黒煙弾やばい、連続魔法、うわやばい、しうわー城之内くん先行ワンキルは良くないよ城之内くん。